さあ次行きましょう。はい、それでは、うん、最後から2番目門でございます。もうねこのシーンなんですけど、やっぱりカズマさんがねあれなのかなって思って、まあそのシーンを見ていただきましょうか。カズマさんがあれなのかな。それより僕はイソジンさんに聞きたいことあるんやけど。何ですか。こちらでございます。もっといいシーンあったろいやでもねこのシーン本当に素晴らしいんですよ。もうここを押したい。それ私おめでとうございます。ありがとうございます、はいまあはい、とりあえず今の率直な気持ちを聞いてみたいんですけども。いやもうここで決まったなと、もうあの一発で全てが決まったなと思っております。その一発とは何でしょうかね、決め手になった。もうあれですよ、あのパーっていう音ですよ。それがもう全ての決め手ですね。あそこのシーンでどう心が動いたんでしょうかいやあのシーンって、はい、正直裏話になりますけれども、はい、うちの監督の、福島監督がですね、はい、唐突にちょっとパーンっていう音を入れて、それで驚いてあのシーンやってみようかっていうのを演出されていたという記憶があるんですけれども、はいはい、そのシーン、その現場ではラジオカセットかなんかで確かパーンって入れてたと思うんですね。パソコンではなかったと思うんですよ。確かラジオカセットのところに CD で焼いたやつをこう入れて、で再生ボタンを押したりしてパーンっていう音を鳴らしていたんですけど、そこからのこのカズマ選手の外さないあの驚きもう一発目からもうあの驚きを外さないんですよ。でそこから本番に行ったところでの音響さんとのこの連携があって、いわば本番と練習ってある意味違うものじゃないですか。音響さんがこうボタンを押すタイミングっていうのと、練習でラジオカセットのこのボタンを押すっていうのは多分タイミングがちょっとずれると思うんですね。そこをうまく音を聞いてからの驚きに変えるっていう、そのちょっとしたこの違いを全て変えてくれるこのカズマさんの動きですよ。これはね本当に押したいところでございますね。そうです、カズマ選手としては今なんか恥ずかしいんですよね。そこを褒められれば褒められるほどなんかなんだ普通は褒められると嬉しいですけど、なんか言われれば言われるほどそんな俺大したことやってないんだけどっていう。でも普通のね方々からこのね役者とかねそういうものをやってない方からあれを一発でやれって言われると多分かなり難しいことだと思うんですよ。そこからあそこに移動してで演技を始めるっていうあのきっかけをこう見つけるタイミングっていうのはねかなり難しいと思うんです。そう、それをもう外さない、もう最初から最後まで稽古から本番まで外さないあの瞬間が私が一番好きですね。恥ずかしいミサミサどうですか、この外さないお芝居。今ミサミサに逃げたけど俺はどうですか。そうですね、まあちょっとこれだけねカヨタさんがガンガン押してくっていうことでね、ちょっと勉強させていただきます共演できる日が楽しみですね。そうですねさあインタビューこれで終わりですか。大丈夫ですか。なんかすごくいい芝居のシーンが出るのかと思ってドキドキしたら全然違うのが出てきたからびっくりした。